豚骨ラーメンを注文しようかなと思います。うーん、来ました。こんな感じです。普通の麺ですね。すいません、すいません。代表、代表いけますかね。いや、いや、どっか代表、弁当の代表、弁当屋さん、弁当屋さん。あ、かもしれないですね。いや、待っとったら。あ、ほんまっすか。帰ってきてはる。 ありがとうございます。あ、ほんまっすか。なかったら別に他のやつでも大丈夫です。はい、というわけでね、今日はね、あの西成に、来てます。まあ、大体いつもいるんですけども、今日はね、あの 200円ラーメンをね、また食べてみようかなと思います。ちょっと豚骨ラーメンを注文しようかなと思います。料金ね、あの前払い制ということです、ね、気になってたのはこの営業時間が6時から、20時になります。で、食べるとこなんですけどね、こここのね、四角公園の目の前がテーブルが置いてあります。まあ、ここでね食べる感じになってます。まあ、テレビとかねありますけど、あの今動かないみたいです。はい、すごい天気がいいので、もう20度ね超えてるんで、このこういう時には一番なんか外で食べるのが気持ちいいかなと思います。この雰囲気で今日はいただこうかなと思います。ありがとうございます。来ました。はい、早速ね、あのこう200円ラーメンがやってきました。この見た目は普通の、豚骨ラーメンでございます。こんな感じです。普通の麺ですね。ちょっといただきますね。いただきます。うん、まあね、ごくごく一般的な味です。
うん、というわけで、ごちそうさまでした。はい、というわけでごちそうさまでした。結構ね、なんか麺のなんか風味みたいなのがちょっとなんか独特というか、まあなんかすごいというか、まあ食べた人にしかわからないような感じかなと思います。本当にあえて言うことではないかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。ごちそうさまでした。まあでも、まあ、200円なんでね、まあなんかつべこべ言うこともなく言ってもまああれなんですけど、まあ、まあこんなもんかなという感じでございます。ありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。